巨視長座は衣装銀河は、巨視長座の方角にある、ワイシ銀河である。1990年に、ストロムロ三点問題の RJ ロブリーによって発見された。年老いた構成からなり、他の銀河から孤立している。局所銀河群の中では、天の川銀河と反対の位置にあるため研究対象にされることがある。巨視長座は衣装銀河は、 銀河の形態分類では、デゴに分類される。これは矮小大円体銀河であるということである。この矮小銀河には年老いた構成しかないため、星形成をした時代が一時期しかなかったと考えられている。また、巨子長座矮小銀河は中性水素をほとんど含んでいない。また、金属量もマイナス1.8であり小さい。巨視長座矮小銀河は百八十万光年先に、 ある。また、極所銀河群では、天の川銀河と逆方向にあるため、矮小銀河の進化の成り立ちを突き止めるのはもちろん、運動学、極所銀河群の歴史にも応用される。極所銀河群中心から360万光年、離れており、伊手座相性不規則銀河について2番目に離れている。また、アンドロメダ銀河からも遠い銀河の一つである。そのため、孤立して、 進化を遂げたと言われる。ありがとうございます。